true. Lakshmi, nasi. Inoru mono yo. Shishita musume no yomigaeri o ni, kirisakareta nikutai o tsunagi, kobore ochita chi o sosomu. Chu. Desu ga kami yo. 祈るものよ。その娘の魂は。安心にすがりつくのはもうやめなさい。アリゼ、下がっ。下がってたまるもんですか。こんな悲しい。 違うわ。私たちはあなたたちに万心に頼るのをやめてほしいと。娘を愛するあなたの気持ちは痛いほどよくわかる。私も大切な人を守れず。でもね、万心に祈りを捧げても不幸の輪廻が続くだけで決して幸せにはなれやしない。怒る者よ。 確かに祈る者の望みは決して心をねじ曲げてテンパードにして幸せな夢を見せたとしてどんなに苦しくても夢の中に逃げてはいけない。あなたが愛した娘と生きてたことを忘れちゃダメよ。 万神は願いを叶えるためにクリスタルを喰らう。アナンダ族が生きる土地を。怒る者よ。それでも
人に脅かされ怯えながら日々。あなたを脅かす帝国軍は私たちが追い。人は信用できぬ。だが我が輝きを拒むか、怒る。人よ、あなたの土地から去れ。
輝きを見よ。
美しき輝きによくせ。この魂を刈り取ろうぜ。その魂を刈り取ろうぜ。
ありがとう。この土地を救ってくれて。蛮神との戦いだけはどうしても頼っちゃうね。アナンタ族はやっぱりすごい量のクリスタルを持っていたよ。神を殺したのか。そうじゃないよ、よく聞いた族長さん。でも弱いからこそ蛮神じゃなくて共に生きる仲間と。ねえ、アナンタ族にとってクリスタルの装飾具は心を映す大切。お前たちが戦いに命を賭すように我らは心を捧げて平和を取り戻す。今は分からなくてもいい。でも私たちはあなたたちと同じ平和を望んでいるの。いつか分かり合えるはずだよ。出て行け。分かった、今は出て行くよ。だって私たちとアナンタ族は。行こう、アルフィノとアリゼ。見ろ、薄汚い偽帝国人のお帰りだ。蛮族相手に敗れて泣きながら逃げ帰ってきたとか。あまり足ざまに言うのは酷というものですよ。言葉巧みにゼノス殿下に取り入って地位だけは得ましたが。確かに配慮に欠けていたな。しかしこうも聞いたぞ、殿下の寵愛を賜るために。おやおや、道理で出世が早いわけです。とはいえ今回の失敗で終わりでしょう。千人隊長、フォルドラ・レムルプス、ただいま帰還しました。何を怯えて、ドクロの処刑人とまで呼ばれた強者らしくもない。私が恐れているのは、何も成し得ぬまま戦場ではない場所。確かに貴様の力など取るに足らないほどのもの。しかし未熟ゆえに何かをつかもうと。さて、貴様は解放軍との戦いに敗れた。ありません、全ては。殊勝なことを。だがくだらぬ演技が透けて見えている。
力が欲しい。私を罵る。ならば機会をくれてやる。超越者たる。今日この場で失うことすら覚悟した。Thank you.
辺境地帯を確保したエオルゼア同盟軍とアラミゴ解放軍は勢いそのままに山岳地帯へと進軍した。この地に築かれた帝国軍の防衛網を突破することがアラミゴに至る最大の障害となるはずだった。だが予想に反して帝国軍の抵抗は少なく、私たちが到着した時には一つの町の奪還が終わっていた。
様子はどうだ。ほう、目覚めるとは運。ゼノス様、我らガレアン族は優れた種族ではあるが、先天的にエーテル操作を増えてとする。要するに魔法を操ることができないということだ。それゆえ魔法を得意とする他種族に圧迫され、イルサバード大陸北部の寒冷地に追いやられた歴史を持つ。幸運だったのは、そこで精錬水という資源を見つけ、やがて魔導技術を発展させることが。この技術により我らは世界に歯を唱える強国となったわけだが、あいにく私が欲しているのは代わりではなくそのものでね。ガレアン族への後天的魔法能力の付与、帝国社会では異端視される研究だが、聡明なるゼノス殿下は理解を示し支援してくださったのだ。それがこの教科。ああ安心しろ、貴様に与えたのは単なる魔力ではない。よりよ。ところで先ほど解放軍が荒切りを占拠したと聞きましたが、スペキュラが攻撃されるのも時間の問題ではありませんかな。確か貴様の部隊ドクロ連隊。はい、直ちに。今から行ったとて間に合うまい。ようやく見つ。
冗談は私に切らせるつもり。やれやれ、叶わぬ。ところでメインタワーの制圧に向かっています。例のアラミゴ人部。そうか、ならば地上の敵は状況は？はっ、敵軍が地上施設をほぼ制圧し、メインタワーの攻略にかかっているとのこと。すでに増援部隊の出撃準備も整っております。なしだ。え？増援の派遣は？そんな、お言葉ですが、できんのだ。もちろん私自ら。ゼノス様は増援の派遣は厳に慎めと。まさか敵。その言葉、ゼノス様を前にしても先ほどの言葉は忘れてやる。砲撃陣、互いの屍すら踏み台として進む。それほどに我らの決意は固く、悲願は重いのだ。砲撃準備。了解、砲撃準備。フルドルフ。フォルドラ様、攻撃。攻撃目標メインタワー、準備が整い次第。長距離砲撃が
まだ兵が戦っている。総員退避！総員退避！
突然の出来事だった。最後まで抵抗していたドクロ連隊の若者をコンラッド隊長が説得し、投降させた直後に帝国軍の砲撃を受けたんだ。どうにか生存者を助け出したが、コンラッド！リゼ、大丈夫、すぐに良くなるって。弱気にならないで、みんなで力。ああ、そう、理性よ、お主なら敵。コンラッド、
Thank you.
Gazing down.
Thank you.
Thank you.
Let's go.
丈夫？どうやら激戦を制したところみたいね。こっちも作戦は成功よ。すでにリセが率いる解放軍の部隊がカノン砲の管制室がある司令塔に取り付いているようだ。私たちもすぐに向かおう。リセ、無事でよかった。そっちこそ。あとはここ管制室を抑えれば一気に制圧するよ。ホルドラ、お前が撃たせたのね。そうだ、コンラッドはね、必死に説得してたんだ。ドクロ連隊の連中に同族同士で殺し合う必要はないんだって。それをお前は、部下なのに仲間なのに。ああ、私が殺したアンスフリッド、フルドルフ、エメリー、共に学び訓練を受け戦い続けてきた誇り高き仲間たち、皆が私の下した命令で死んでいった。その最後、手に取るように感じられる。なんで、なんでそんな命令を下せるんだよ。アラミゴ人の自由のため必要な犠牲だ。奴らとて本望だったことだろう。私たちドクロ連隊の仲間は誓い合っていた。アラミゴに生まれた若者たちが汽水のガレアン族に何かを欲するのであれば対価が必要だ。支払えるものがないので、市民権を持たぬ族州民はそれを得るために兵役に就く。市民権を持ってなお、アラミゴに、帝国に支配された族州に生まれてしまったのなら、そうやって自由を勝ち取るしかないのだ。ふざけるな。信じ合い誓い合った仲間を殺しておいて何が自由だ、何が犠牲だ。
なんでそんなに簡単に仲間を見捨てられるんだ。その程度の技を見切ることなど今の私には造作もないこと。アリゼ、だがさすがに分が悪いか。満足の英雄よ、ゼノス様からの伝言だ。皇族主催の狩猟祭に招待すると獲物の群れを率いてアラミゴ王宮に迫るがいい。応急処置はしたが、ひとまずアリゼを運び出したい。手伝ってくれるか。ありがとう、リセ。
よく来てくれた。貴様たちにこの家を、我が成果を見せておき。え？うん、見てな。いや、村全体が貧しかったと言うべきか。かくいう我が輩もアラミゴ軍の雇われ兵となり、折しも帝国軍との緊張が高まっていた。帝国軍の魔導兵器は強力だったが、我が輩はおかげで